それで小羽のすごいところは、初心者ではかなり大変な量の練習を最初の頃からきっちりこなしてきてるところでさ。あ、あんちゃん恥ずかしいからその辺で。小羽のことを話し出すとアンは止まらなくなるね。小羽ちゃんいいな。私もはるかちゃんが堂々と誇れるような仲間になれてたら。あ、そうだ、せっかくですさ、はるかが感じるみのりちゃんのいいところも教えてよ。え、あんちゃん、いきなりそんな。もちろんいいよ。まずみのりは明るくて、いつも笑顔だから見てるこっちも笑顔になれるの。それから、はるかちゃんストップ、それ以上褒められた